海道も、あ。はい、どうもよろしくお願いします。としのみやです。それではですね、本日もモンスターファンバトルカードやっていきたいと思います。では移動します。この前言ってたさ、大会の通知って今日なのかな？なんか行ってみましょう。あ、違う。なんか別の来た。え？電話じゃなかったっけ？いつの通知だったんだろう、あれ。ようやく会えたわね、キューさん。そしてミヤさん。私の名前はイザベラ。あなた方には、ビジャデラがお世話になったよね。あ、誰や？以前ここでごっついおじさんと戦わなかった？ああ。仲間からもおじさんって言われてるの？あの人、二十歳じゃなかったっけ？同じグループのメンバーだって。では、そんなひどいことしてないけど、私たちって強いから、負けた人が悪く言うのね、とか言い切ってます。私、Q さんが持ってるクリティカルが欲しいの。そう。私の持ってるモンスターカードにゃーで勝負をしてもらえないかしら？ってことでやっていきまーす。にゃーをね、にゃーを使って、にゃーで対戦してくれるみたいです。よし。ではやっていきましょう。さあ、スエゾー、ニャー、ピクシーですね。とりあえずガッツ4枚。ガッツ4貯めたけど、結構ね、相手の構成がね、こっちのガッツを削る系なんですよね。しんどいので、サクサクガッツ使っていきたいと思います。そうかなぁ。もしこれで製造ダウンですね。やっぱりね、こういう、ガッツ削ってくる相手には速攻っていうのがね。まあ、結構じゃんけんみたいな感じなんですよね。このゲームのカード相性って。一撃大きい系には回避で耐えて、手札切れを起こさせて、山札か。山札切れを起こさせて。ガッツ減らしてくる系の相手には、速攻でやって。速攻の相手には、割と一撃ドーンで倒せたりする。よし。ということで、コンボ決めますね。よいしょ。さあ、コンビネーションは、どっちに行こうかな。どっちも回避しそうだな。まあ、いっか。とりあえず、ピクシーで。あ、当たった。ピクシーダウンですね。とりあえずガッツにしちゃいましょもしかしたらこのガッツはなくされちゃうかもしんないけど。そうだね。この技でダメージ与えると、相手はガッツをすべて失うと。にゃーにゃにゃー。にゃーにゃ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 。なんか、この子僕と同じ気配を感じる。にゃー使いたいな。にゃー欲しい。山札で負ける可能性ありますけどね。なんとか、勝てばいいなーって感じで。自分の全ての山札を、ガッツを山札に戻す。オッケー。オッケー。いいよ。完全に相手はね、こう山札で勝つことを狙ってきてますね。こうやって。山札が厳しい。どうなるだろう。いいね、テレポート。テレポートいいね。勝ったわ、これ。左爪打ちまーす。1点でも通ればテレポートで勝てるので。我慢にゃで削られますね。大丈夫、大丈夫。あー、まずいかな、これ。ガマニャをボディーブローで使わせればよかったなー。ボディーブロー。逃げるにゃ、そうだよねー。そうなると思った。やばいね、これ。どうだろうね。視線が当たれば勝てる。まだ回避ある？
もうないでしょう。よし、当たった。よかった。さあ、相手の回避技、防御技をね、削り切って、ダメージ通しました。ということで、GG。強いわね、ということで。カードもらってないんですけど、と。あら、私、モンスターカードをかけるとは言ってないわ。モンスターカードにゃーで勝負をしてとは言ったけど、違ったかしら？こいつ最低だよね、やっぱ。いやー、ひどいね。あなた見かけによらず結構しつこいわね。まるでセフォンみたい。ああ、でもセフォンがお熱になってるのこの人だっけね。今度会った時は、ニャーをかけた勝負も考えておいてあげるわ。この子嫌い。ブラックウルブスってグループは広いグループですね。え、大会って過ぎちゃったのかな？大会終わったかもね。どうしよう。どこ行ったらいいかな？練習センター一応行ってみようか。あ、ダメだね。これ違うね。イベントがなかった。ライブハウス。じゃあ、邪魔だ。置いてくれ。セコーだ。セコーに、私、フレデリカ、握手してよ。なんか僕、セコーと勘違いされてるみたいです。いやー、イケメンすぎるからごめんな。アイドルと間違えられちゃったよ。で、フレデリカちゃんは、セコーのファンらしいです。彼がやってることなら何でも真似したいな。最近バトルカードを始めたけど、それもセフォがやってるって聞いたからなんだ、と。ではやってみましょう。今日カードお姉ちゃんから借りてるだけなんだよな。モンスターカードはさすがにやばいよ。お姉ちゃんから借りたカードかけてゲームしようとしてるんだけど、技カードなら減ってもバレないかなって。やっぱ、この世界の人たちなんか倫理観がおかしいね。やばいやつしかいねえ。技カードじゃダメって。いいよーって。なんかかわいそう。倒すけど。相手はグジラ、ハム、ゲルですね。相手も手札なくなりましたよ。こっち5コスあるからなんかできるよ、これ。なんもないや。やば。想像以上になんもなかった。まあでも、嫌がらせだけしとこうか。うざくない？カードゲームでさ、相手のターンに早くしてよっていう人さ、やばくないですか？これ。やっぱこのゲームのさ、プレイヤーみんなやべえやつしかいないんだよな。ドン引きですね。で、自分がダメージ食らったらおかしいよ、やめてよって。もう、こう、やだー。この世界やだ、僕もう、やだー。よし、さあ、おっと？ハムのタックルで清掃がダウンですね、これ。つら。一撃で落とされましたね。清掃ダウン。え、これ結構ピンチなのでは？ボディーブロー。よし。ということで、どちらダウンですね。ストーンのコンボを使っていきましょう。ハムはダウンできるかな？ワンツーライト。オッケー、ハムダウンですね。これで、逆転しましたね。雷撃。これでダウンだったら美味しい。オッケー、倒しましたね。オッケー、倒しました。フレデリカ、石頭プリンセス。嘘でしょ？ということでね、倒しました。やばい。技カードは、渡さなきゃなんないよ。
私のじゃないのに、最低だな、この子。どうしたんですか？実は私が使ってたカードって、ほとんどがお姉ちゃんのものなんだ。勝手に持ち出してきちゃったから、すごい怒られるんだろうな。怒られるんだろう。ひどい。勝手に持ち出してきちゃって、本当は賭けとかしちゃいけなかったんです。ごめんなさいって正直に言えばいいんだよ。なんで、すごい怒られるんだろうな。同情してくんないかな、みたいな。いやー、これはひどいな。こいつはひねえ。見逃さないよ。ありがとうね。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。お、なんか来た。ちょっと待ってね。郵便ですと。はーい。ん？バトルカード協会から大会の案内状です。あれ？前回の大会、いつ終わったのかわかんないけど、次の大会来ちゃった。チャンピオンどこ？ 11 月の後半ね。11月の後半。みんな覚えててね。よし。じゃあ、思ったんですけど、次回大会ね、多分3試合とかあって、1回の動画になっちゃうんですけど、なんか11月前半だったので、まだ今日が。今回の試合プラス、今日の試合プラス、大会だと結構長くなっちゃうかなと思ったので、もし1試合ね、今回でやっていきます。うん。さあ、ということで、はい、同じ展開ですね。うん。セフォさん、待ってください。また来ましたね。うん。セフォさんですよね。イーリスはいつもあなただけを見てます。このカードにサインください。またセフォさんと勘違いされちゃった。うん。私が彼女に教えてあげますね。めっちゃ彼女面じゃん。やべえ。うん。イーリスさん、バトルカードしませんか？あなたが勝ったらクレジからあげますよ。その代わり私たちが勝ったらモンスターカードをくれませんか？クレジカル。セフォーさんにプレゼントしたら、PCB アイドルに入れてもらえるかしら？入れてもらえることはない。さすがにない。うん。でも、このカードはお姉ちゃんのだし、ほら、聞いたことある。うん。私、勝てるかしら？無理になさらなくて。モンスターは手前でも、またカードなら、やべえやった。可愛いのにね、可愛い子なのに、やっぱりこいつも、頭のネジがちょっと吹っ飛んでますね。うん。さあ、ということでね、もちろんね、同じあれからパクってきてるカードなので、同じデッキです。はい、これでクジラダウンですね。うん。さあ、回避なしでケルダウンですね。うん。当たったラッキー。倒しました。うん。さあ、勝ちました。このカード私のじゃないのに、どうしよう。どうしたんですか？急に泣き出したりして。ごめんなさい。これ私のカードじゃないの。お、ちゃんと謝ってきた、この子。いいね。お姉さんのカードとか？なんで知ってるんですか？以前に会った人がそうだったんですよ。確かフレデリカさんって。妹が？まさかの。フレデリカと私、うまいけど、お姉ちゃんは強くてカードいっぱい持ってるんです。私たちは弱くてカード取られちゃうから、内緒でカード借りてるんです。最低だな。黙ってて本当にごめんなさい。でも謝ってきたからな。この子は許す。うん。妹の子はね、謝ってこなかったからね。登場してほしいなぁ、みたいな顔してたからね。許さねえ。この子は許してあげよう。あなたたちのことは一生忘れません。じゃねえ。うん。まあ、そんな感じで今回終わりです。ということでね、ここで終わりにしましょう。次回こそ大会ね、やっていきたいと思います。それでは、お疲れ様でした。またね。バイバーイ。